大変お待たせをいたしましたただいまよりシンポジウム東アジアの中の山大,大国成長山大,大国論の現在を開会いたします私は本日司会進行を務めさせていただきます薄田優子と申しますどうぞ皆様よろしくお願いいたしますさて本日のシンポジウムは第一部記念講演第二部 パネルディスカッションと二部構成となっておりますそれではまず主催者を代表いたしまして北九州市長北橋健次より開会のご挨拶を申し上げますどうぞよろしくお願い致します皆様こんにちは、えー、ようこそ山田医国シンポジウムにご来場いただきましたありがとうございます、えー、北九州市は今 政府文化庁から東アジア文化都市の都市に採択をされましてさまざまな文化芸術による東アジアの交流事業を続けておりますちょうど松本清張記念館におきましては特別企画展で「松本清張と東アジアパート2」ということで作家の歩いたこの風景書店 そうした関連イベントが行われておりまして、それと関連する授業であります。今日は、この邪馬台国の歴史的な大きなテーマの専門家でいらっしゃいます、倉本和弘先生、片岡浩二先生、そして久米正夫先生をお招きしております。先生方にはご対応の中、ご来福いただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。 今日は日本古代政治史をはじめ、さまざまな専門家の立場からの素晴らしいお話を聞けることを楽しみにいたしております。また、パネルディスカッションには、プロの有名な学者先生方に、私のようなアマチュアも加わること、大変恐縮でございますが、地元、市民ということで、そのパネラーに参加をさせていただきます。松本本先生の作品は本当に素晴らしい魅力ある 鋭い洞察力、深読みをする世界でありますけれども、古代史における松本先生の著作も、まさに日本のこの研究史における大金字塔の一つだと、このように考えております。えー、ぜひ、松本清張先生のこの作家として、また歴史家としてのですね素晴らしい業績を思い浮かべながら、あその先生に対する思いを共有できればと、こう思っております。 どうかこれからも松本成長記念館そして成長の検証ということで努力をさせていただきますのでよろしくお願いしたいと思います今日は皆さんよろしくお願いしますどうもありがとうございました